皆様こんにちは。東京国立博物館で近世絵画を担当しております大橋と申します。よろしくお願いいたします。今日のオンラインギャラリートークでは本館7室と8室近世絵画の部屋で展示中の日本文人画の世界をご紹介します。今いる部屋が7室屏風や襖絵といった大画面の作品を主に展示する部屋です。お隣の8室では屏風だけでなく掛け軸や画鑑、巻物ですね、あと画帖、アルバムのようなものなど様々な形態の作品を合わせて展示しています。この2つの部屋はだいたい6週間ごとに作品の展示替えをしておりまして、1年で8回から9回作品が入れ替わっています。その都度テーマを決めて作品を選んでいまして、今回展示していますのはギャラリートークのお題にもなっている日本の文人画です。文人というのはとても簡単に言ってしまえば人柄に優れた知識人、教養人のことですね。絵画にも造形のあった文人が文人画家、彼らの描く絵画が文人画です。高い技術を追求することよりもまずは自分の楽しみのために描くのだというのが文人画家の誇りの一つです。近代以前の東アジアにおける知識や教養の重要な部分は中国の古典が占めていましたから、江戸時代の画家たちも当然中国にはとても興味を持っていました。今日ご紹介する画家たちは中国の文人の思想や生き方に憧れ作品を制作していました。というわけで今回中国のお話も出てきますので、東洋絵画担当の植松さんにも来てもらっています。東洋絵画を担当しています植松です。よろしくお願いします。それでは作品を一緒に鑑賞していきましょう。今回は3点の作品をご紹介したいと思います。最初におすすめしたいのはこちらの池の大画、国宝楼閣山水図屏風です。大画は江戸時代半ば、18世紀の半ばですね、京都で活躍した画家で日本の文人画の大成者として知られています。その代表作の一つが40代に描いたとされるこの楼閣山水図屏風です。右と左にはそれぞれ中国にあった楽陽楼と水陽亭という場所を描いているのですが、植松さん、どちらもとても有名な場所なんですよね。そうですね。どちらも古くから文学や絵画の主題となっていた名勝地です。まず楽陽楼ですが、中国湖南省の洞庭湖という大きな湖の近くに立つ見晴らしのいい楼閣として有名です。対話はこちらに楽陽楼、こちらに広々と洞庭湖を表しているんですね。波の描き分けが見事ですよね。船が岸に近づく場所は大きく荒く金泥も使って色を重ねていますが、後ろの船の部分は穏やかなきらめく水面として表現されています。湖の広大さがよくわかりますね。大画は琵琶湖に行って水の動きを観察していたという話もあります。そうした実体験もこの豊かな表現に生かされているのでしょう。柳にはらむ風の表現一つとっても旅の画家と呼ばれた大河の自然への実感がこもっています。画面から音や風、匂いまでも感じることができますよね。一方の水陽亭は有名な文人であった王陽宗が安徽省の不人地で宴を楽しんだという場所。美しい山々と
清流に囲まれた建物です。絵画の描く人物たちも楽しそうですね。そうですね、話し声が聞こえてくるような生き生きとした人物表現もこの作品の見どころの一つですね。学用ローズもそうでしたが、近所に墨や岩絵の具のキラキラとした色彩がきらめいて溶け合っています。カラリストと呼ばれる絵画の美しい色彩の魅力を画面のいろいろなモチーフから感じ取ることができますね。光の反射によって見え方も違うので、実際に作品の前でいろいろな角度から楽しみたい作品でもあります。本当に綺麗ですね。中国の文人画家の間でも17世紀頃から小さな金箔を散りばめた紙など光を反射する素材とその上の墨や絵の具のコラボレーションを楽しむことが流行していたようです。大河はこの屏風をある中国絵画をもとに描いていることが分かっています。正真線という17世紀頃の画家の作品なのですが、縦 30.5cm、横 33.8cm のアルバム仕立てのもので、実際の大きさですとこれくらいのものです。それをこんなに大きな屏風に拡大して描くなんて大胆な発想ですよね。なおかつ空間の構成力が必要で、大河はそうした能力も高い画家だったことがわかります。学用ローズは湖の広大な様子を表現した広がりのある画面、水曜天図は山や岩、樹木に囲まれモチーフが密集した画面で、この祖と密の対比も見どころの一つですね。二つ目にご紹介したいのがこの掛け軸の作品、立原教授の重要文化財葡萄図です。教授は現在の茨城県水戸の生まれで、江戸時代後期に活躍した水戸を代表する画家の一人です。武士として水戸徳川家三代に仕え、信任も厚かったとされています。この葡萄図は教授51歳の作品です。激しい筆使いがとても印象的ですね。画面いっぱいに乱舞して絡まる葡萄が墨と藍で描かれています。にじみやかすれ、グラデーションによる表現が葡萄をより立体的に見せていたり、藍を吹いたような激しい表現も見どころです。浮き墨に似ていますね。中国でも伝統的な水墨画の技法です。日本でも人気のあった龍を描く名手陳陽も墨を口に含んで浮き霧を表現したと言い伝えられます。左下には教書の落款がありますが、沈水、つまりお酒を飲み酔った状態で描いたと書かれています。こういった酔った筆による作品というのは中国絵画でも見られますよね。先ほどの陳陽も酔った筆を得意とした画家ですね。古くは唐時代8世紀頃、まずお酒を飲み酔いが十分に回ってから笑ったり踊ったりしながら思いのままに筆を走らせたという破格の画家たちが紹介されています。そこまで極端ではないにしても、職業画家のように作品の出来に汲汲としない大らかな制作態度を示すということで、酔った筆のような自由自在な水墨表現を好む文人画家たちもいたようです。16世紀頃のジョイもそうで、当館には彼の変化に富んだ墨の使い方がよく現れた
ぶどうの絵があります。ある日、水戸藩主徳川斉昭は教書を読んで絵を描くよう命じましたが、教書は自分は職業画家ではなくあくまで武士なんだという心からその申し出を拒否し、死を覚悟しながらお酒をたくさん飲んだといいます。翌日、斉昭に謝罪され、まだお酒が残っている状態でこの葡萄図を描いたという話が伝わっています。画家として名を成していましたが、武士としての自意識も高かった教書らしい話です。また教書は隣に展示している同じく水戸を代表する画家の一人、林実光に絵を学んでいました。実光は本校で生き生きとした画風の異色の画家として注目される人物ですが、それは稲毛の一瞬の動きを捉えた静動感にあふれたこの作品をご覧いただいてもお分かりいただけるかと思います。教書は真面目な画風の作品が多く、葡萄図のような奔放な作品はとても珍しいのですが、幼い頃に絵を学んだ実行の自由な画風も意識の中にあったのかもしれませんね。そして最後にご紹介したいのがこちらの金井宇宙月ヶ瀬探梅図鑑です。宇宙は神津家、現在の群馬県生まれの画家で、この作品は奈良県にある梅の名所月ヶ瀬の景観を描いたものです。2巻でセットになっていて、展示しているのは下巻になります。梅は中国文人も大好きな花です。この作品の山や樹木の描き方には新時代18世紀頃に好まれた正統な文人画風に近い感覚がありますね。宇宙は主に墨と藍、石褐色の代謝の3色をメインに、濃淡やかすれた筆を重ねるようにして研修な山々を描いています。その中の道をたどり、左へ左へと画館を開いていくと、山の間に滝が流れていたり、パッと空間が開けたりと、芳しい香りに満ちた月ヶ瀬の紅白の梅実を楽しむことができます。日本の風景は詩歌に詠まれた名所として、実際の景観とは異なるイメージで描かれることが多かったのですが、江戸時代、特に18世紀になると、世の中が安定し街道などが整備されていく中で、実際に旅ができる人も多くなりました。宇宙もまた実際に月ヶ瀬を訪れていて、その時に感じたことをこの作品に託しているんですね。中国でも16世紀頃から文人たちの間で旅行がブームになり、旅にちなんだ絵画が多く作られるようになります。日本でも同じようなことが起こったんですね。この作品には宇宙の友人たちが寄せ書き、罰を書いてくれています。今でも趣味が一緒の友達と出かけたり情報交換したりしますよね。それと同じように、江戸時代中国文人に憧れた人たちはサークルを形成し、一緒に作品を鑑賞したり知識を交換したり、誰かの描いた作品に感想を書いた文章を寄せたりして、楽しく一つの作品を作り送り合っていました。文人あるあるですよね。中国の巻物でも絵画の後にいろいろな人の長い罰寄せ書きですねが延々と続いているのをよく目にします。展示している最初の部分、大事と言いますが、これもサークルの仲間である大阪生まれの篠崎松竹という受幕者が書いています。墨は幾千もの芳しい香りを含む、
とあって、宇宙の描く月ヶ瀬の図鑑には芳しい梅の香りが立ち込めているという意味も込められていると思われます。中国には雅遊という言葉があります。これは実際にその場所に行くことができなくても、絵の中に自分の心を遊ばせてその場所に旅した気分になるというものです。今はコロナ禍で自由に旅行もできない状態が続いていますが、そうした中で私たちがオンラインでいろいろな場所を検索し、そこに行った気分になるように、江戸時代の人々もこれから行きたい場所や懐かしい場所などを絵画作品を見ることで楽しんでいたのです。皆様にもぜひ江戸時代の人々と同じように作品を通してその場所をお楽しみいただけたら嬉しいです。今回は江戸時代の文人画家たちの作品をご紹介しました。彼らが中国の伝統を踏まえながらも、そこに自らの感性と想像力を加えて生み出した素晴らしい作品たちを皆様にもぜひお楽しみいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。